はい。一応正式の名前を維新陽気武道と維新陽気武道健康体操という名前にしておこう。長いから武道を言うたら維新陽気武道、体操を言うたら健康体操、そういうんですよ。それでやっぱりなんですね、はい、お願いします。やっぱり基本として自然界の立ち方、反自然界はない、で自然界はまっすぐ立つかで、どっちかの足がないということにしよう。で自然界で前へ前へ前へ、あとあと反対側もね、じゃあ前、前、あと、あと、これからもう一つの前に行ったら前、前、ね、どちらから足で、今2歩だけでやると2歩とか書いてある。それからあとはこれで、あと、あと、これだけ覚えて、それからもう一つは左、左、右、右、これだけ覚えてないように。で、今言ったね、背筋伸ばし、首筋伸ばして、僕90度やけど、あれで見てもらったら分かるけど、ぐっと伸びている。もう自分も姿勢いいからな。ぐっと伸びている。このグッと伸びている姿勢のままで相手を見ながら動く。これで説明が終わり。それから構え方、前の足が左なら左が前、逆に右が前なら右手が前、これ左右ちょっと後ろ体重からとるけど同じように感じるな。で、これ、だから、こっちが前というか、こっちが前よりやる。やっぱ、手はね、握っとっても、開いとっても、片一歩握って、片一歩開いとっても、まず逆でも、どちらでもいい。両方開いている、両方握っている、片一歩握るのが、どちら握るのが自由、やりやすいようにしたい。ただ、左足、右足が前なら右足が前、左足が前ならこれ。だからこれで、今の人と一緒にすると、前、前、あと、あと、これね。うん、そのままもう一つは前、前、前、あと、あと、から。な、前、前、あと、あと。だけど、応用問題として、前へ行くん、行き方変えますよ、言われたら、これで行くんですよ。前、このまま前、後ろ、後ろ、というふうに変わっていく。横も、これやったら、このまま横、横、右、右。右と変わっている。それだけ移動の方法と構え、それから自然体、力抜いてやってくれたらそれでいい。次、受け、はい、受け、握っている、はい、この受け、昔からのこんなやり方は古典的なやつはこんなんやったよという意味で教えていいけど、実際はやらない。から、こう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 、
こういうのを教える。こちらでもないで、ん、こう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 、これが横からな。それから上からは、はい、上からはこう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 で、これ回って開いたら手に入った場合どうするんやったら、ちょっとこれでは回ってたらこれでも回る。まあこれなんのよ、けど一応こう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 にしてな。下からはあんねんけど、まああんまりやらんけど、下からね、こうこうこう、だから上からもこう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 、こちらでも同じな。横から1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5で一歩。ただし下からはあんまりないということにしとこう。でそれ以外に、はい、押してくれたらちょっとこういうふうにすると、1、2、3、4、5で、こちらも1、2、3、4、5、こちらも同じで1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、これで2種類やったもんけど、こういうやつとこういうやつな。こちらもこういうやつとこういうやつ、それだけを受けるんですよ。蹴りはどないにするんですかということです。ちょっと蹴りは頭の話しにしよう。で次は突き、受けはそれだけを、だから例えば、はい、大構えている、突いてきた、ゆっくりね、これはゆっくり突く、はい、ゆっくり突いて当たる、あ、はい、これちょっと突きを今からまた説明してみて、ちょっとついてきたら、はい、ゆっくりして当たる、ヒットしとったら、はい、当たる。だからほんま、当たっても痛くない程度に当てる。ね、で、はい、当たる人はこうしとったら、こう下がる。ね、当たる人はこうしとったら、こう下がる。当たる人はこうしとったら、こう下がる。というふうに、突きと受けとの関係を教える。で、あの、もうちょっと手伝いするんですか言われたら、はい、こう、下がるんだけど、手でちょっとこうする。はい、はい、下がる。もちろん、これ、こちらも同じく教えとめながら、下がる。どうしてもいい。はい、またこちらも下がる。そしたらで、今教えたのは、はい、こんなやつもいい、はい、こんなやつもいいね、はい、こちらで右でやってもいいから、はい、こういうふうに、こういうふうに、はい、足は下がるのと、ちょっと突き穴の後で説明する。そしてついてきたやつを体で当たるから下がる。ついて受け取る。それを今ぐらいの力で、今ぐらいの速さで正しくやってほしい。ということを、だからこれ、座っていったら、これ。はい、できました。こういうのね。はい、できました。はい、はい、できました。ということ。ね、待ってて。はい、できました。
それで今の自然みたい構え、体さばき、受けをみんな総合してやる。でその次もう小さいけどちょっと抜きにしてな、次は、はい、これでちょっとお聞きください。まあ、立ってもらってゆっくり相手、まずこれ基本立ちでいいけど、何かするときはちょっと基本立ちが大きくなると教えておいて、構えとるときは小さいけどちょっと動き出したら膝が軽く曲がり、膝が軽く折れ、体がちょっと沈む、結果的に足が広くなる、左右も広くなる、ちょっと沈むと教えておいて、構えた時とちょっと違うけど、構えた時が理想であって、動き始めたらちょっと豪華人の力が倍になって20、30って出れる瞬間になると、だからやっぱりちょっと沈んでほしい。だからこれも沈むときと顔を見るっていうこと、姿勢正すよ、こういうふうな傾向してもらう。もう原稿の握り方はね、最初から言うとややこしくなるから、もうめちゃくちゃでもいいから、こういうふうに見てほしい。顔はこの真ん中で、まあ、最初はちょっと当たらないように難しいけど、やられる人も目パチパチやらないように、つく人も目パチパチやらないように、お互いに目見合って、お互いに目見合ってやる。まあ、こんな角度でやるんですか、やるのか、こんな大きくやるんですか、やるのか、そうだね。次はどちらか、まあ、あえてやるときもある程度、どちら足が前になって、ね、これで、このようなスピードでやりましょう。典型は5桁だけど、例外として、小径、小径と目抜きがある。特に目抜きは注意してほしいんで、小径から始める。これも小径、1、2、3、4、5、小径の性格上こうなる。あんまり中段まで、下段までやらない。これを上段、中段、下段、いける下段までやらない。これも手回らへんと思うからね。上段で、ここへ来たとき握ってもいい。握っとって出すときに焦点にしてもいいし、もう初めから焦点開いたまま持ってきてもいい。な。で、ここ開ける。けど、下向き全体開けるかも。危ない時はこれにしてゆっくりこう当てる。危ないだからやる時はちょっとぐらい入っていくな。相手つく時あのぐらいのスピードで、あのぐらい軽くにこうした。ボケツもあのぐらいで、それで、やられたかなんかにちょっと下がることになる。ついていくときはあのぐらいのスピードでついていく。それで、やられ、あるのがやられてなんかにちょっと下がる。それで、ちょっとやる。こうなる。決して力を、競い、力でやって、力で受けることをやらないの。特に目は注意してほしい。目は軽く当てて、あいかんの目は。
凡結や、これは。あのぐらい味でもいいけど、これはあれでもあかん。だから、必ず余裕を持って止める。余裕を持って止めてほしい。余裕を持って止めて、あれは軽く止まっていかんけど。な。で、まあ、次は、構え構成だな。放射が構成だ。あの代わりにつく。な。まあ、小手でつくんか、合計でつくんか知らんけれど、いずれにしても最初は止めてあげる。相手は何もせんでもいいよ。その時ちょっと2、3センチかぐらい押すよという。ただ最初はこれでずーっと行って止めてあげる。さ、最初はこれで止めてあげる。次はちょっと押しますよというとか、痛くないように押しますよ。小手で押します。ボンケで押しますよ。小手でまた止める。小手で軽く押します。なこれで。というふうに。だから、足が上が2つあるよな。こうして。また軽く当てますよ。また当てますよ。凡結でも当てますよという手もほんまに当てるんでね、痛くないぐらいになってる。だからやられた方もあんまり目つぶらんよ。というぐらいにする。で、そのぐらいで、はい、今の手ついてきて、はい。で、当たるぐらいで、このぐらい。な、じゃあそれを踏まえて、まず足で下がりましょう。ね、手だけで抜けましょう。はい、両方で足と手と両方で抜けましょう。こういうのをしてやる。で、その次、今言ったように突きを教えてあげてるから、また小手で痛くない程度に突き返す。で、これね、はっきり言えば、小さい肉のもね、難しい。ギコギコギコと前に行ったらね、これも老人や。柔らかく、いかんと大事。相手にも、怪我させないように柔らかくやらないかんから、決して早くそれやる必要。あるいは、ちょっと難しいけど、だんだんこんなことも教える。というのは、受けた手と突く手が同じ。両方教える。だんだんこれで、こう教える。ということで、だんだんここへ入れんように。足が下がって受けて、足が出て、ついて、こういうのが結構する。じゃあ、やるときはマスクしちゃったの？あ、もう？いや、マスク。あ、その時の状況によって。電車とか、マスクつけてもらうことにしとこう。今のような時やったかな。相手に女の子押すからさ、そこからこっちにずっとさ、どうされやがどらしてくれるんやがらで、最初、今のと蹴りが何もないけれど、ああいうふうに攻撃の方法と守備の方法と足、姿勢、それから体さばき、受け、攻撃、その体さばきや受けや攻撃を3つね、例えばこんなにかはい、こっちへ行って、こっちへ。な、今横へ行くんだな。
形はこうだよな、ね、こうだな、ね、そういうことでよく言う稽古にもなる。まあ最初はそこら辺から入っていったらいい、うん、最初はね。だからそれ実際はどういう意味があるんですかって向こうから聞かれるから、その時はこれ体操じゃなしに武道ですよというふうに言うて、はいはいと、とこれでこれが武道ですよと、これ今のやつの年代からパッと出てパッとこうしてあなた武道になりますよと。武道になったらほんまに当てるかも、まあ当てつけたんだけど、ああ武道を怪我させないようにスピードが違うと、一瞬ポンとやってたね、2、30%、100を 2、30% 力出せるとか、これでゆっくりやったらこの時力にもなんで、あ、ごめんなさい、この時力にもなんで、この時 2、30% 入れて 2、30% 入れてとかいうふうになるから、それを早やったらそれはちょっとこれで武道になりますけど、皆さんは健康体操だから入りながら武道に入ったらありませんと。あるいは皆さんはある程度年齢だから慣れてから希望者だけ武道へ入るということで、こういうことでまあ言うたら、はい、まずついてくる、はい、12、3と相手見る、相手に合わせて下がる練習ね、そういうんでこれで、はい、下がった時に、まあちょっともう武道にもならない、体操にもならないし体硬い、だから柔らかく、はい、スルッと柔らかに止まる、はい、なかったら柔らかに止まる、自然体、そういうふうなことで決して急激なやつはないんだけど、あれでもはい、もう一回急激に来たら、はい、はっ、はっとこうなる。だからある程度そういうことは最初はやったらないんで、ゆっくりやってもらう。だから今のでもはい、急激にしてもらう、はい、これで受けない、これやるみたいな。だから武道と体操はまず大事なの、できるだけはしないように、手を刺さないようにな、当たっても違う、ちょっとあっという程度で当てる、ワーンと押す、これが当てると称して当てられても別に怖くない、笑っとける、ただ体だけはね、パッと臨床に柔らかくとにかく動かす、これ力んどったら動けない、僕が力んどってもいかないし、そっち側も力んどって、どっちも柔らかい、こういうね、柔らかい対応する傾向、それが一番最初のご説明です。今、基本の話した、ね、基本の話した、で、ちょっと今度目は足を上げる稽古をする。で、まずお年寄り高く上げたら危ない、若い人でも低いやって十分や、だから最初肩持ってまあ構いなし、肩持って軽く1、2、3、4、1、2、3、4、ここで太ももを上げる、蹴る、戻す、太ももを下ろす、上げた、蹴った、戻した、
下ろし、布団を上げるのと布団を下げるのが前後に1回ずつある。その間にテーブルを下がる。ほんまは流行ってるんだけど、まず危ないから両方も手でもいい、二人とも手でもいい。なんて体がね、こうやってやってきたらまあ、あるいは体がこれになったりさ、上半身できるだけまっすぐに安定的に右足を左足を1、2、3、1、2、3、4、これ流行ったから、それで1、2、3、4と入ってみるというぐらいの足上げ稽古をしておこうと。で、後でまたこんな足上げ稽古もなく、いろんな足上げも入って、差し当たって前蹴りが筋で冷える、ね、だからこれも遠くの間これ持ってやったらいい。で、だんだん持ってやらないようにこういうふうに構えてやる、ね、構えてやるときは1、2、3、4、1、2、3、4、1、これとやったらこれであんまりこれで持ってやる言うたらひどいね。これってこう立ってるって、うん、だからここも切ったらあったり、ここも切ったらこれですよ、ここもどうだけでもあったり、これ指で押さえとだけでもこうせんでも、こうもどうだけでも安定したら、ね、安定してて、そんなに力かけとるわけじゃない、ちょっとかけとる、ちょっと、はい、だからよく先生やったやろ、ちょっとついてきてみ、はい、ふう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 、これ長いからこういうふうな体重かけて僕の体の安定を図るとともに相手を動かさないようにして、僕二つ持ってるな、軽く押さえて握るなんて、握った力で握るなんて、もうちょっと手を片足になるから体が安定するように目的と相手が動かさないように、何かちょっと嫌なのせんようにというふうな目的だ。まあ、あのこうしといたらこうしといて、あっ違う、どうせしても、あるいは横向いて両方の背中を持ってやってもいいし、これちょっと持たしといてねって言っておいてもらってね、これ帰ってもらってなんかちょっと持つとこをつっといてもらって、ね、持つとこをついて、あの力入れたらいかんぞって言うと、これあんまり力入れていいの、あれそういうことで足の抵抗する抵抗、平均年齢73やから80ぐらいから65の間やから、80になった人に足上げてひっくり返られて困るから、あのどっかを持ってやれというようにやる。若い人は僕やったら別に持たんでもやる、そのか早くやる人けど、まあこれゆっくりやから、とにかくこうしておいて、こうしておいて、こうしておいて、そういう傾向をする。ただし足の方向は最初は入れない、あの足上げる傾向だけする。まあそのぐらいを15分か20分の動画に入れたらどうかなと思っている。で、肩が一つだけ、はい、ついてくる、1、2、3、4、5というふうな、あの基本が終わったら肩に打つな、はい、では、これ1、2、3、4、5
ういうふうな価値に移る。その次のレベルは、というふうに説明しようと思っている。あれ家帰ってよ、みたいな。君、これちょっと向こうとかな。こんなん入れたらどうですか、いうのを、つい会うときまでに意見作っておいて、あれ先生やん。最初の一月や二月は、あれでやん。肩はない。あれであれ、まあ言うたら基本。基本でやん。肩はない。というふうに。肩は今ちょっとやるかな。あいなかったけど、もうちょっとあんないろいろ入れて、複雑になる。ということは、だんだん両手を動かしてくるからね。基本の説明。肩をちょっと今みたいに一つか二つ入れておいたら終わり。これは基本の次になります。ということ。相手やった場合、ピンと投げながら軽く頭を押さえて終わりということ。そういうふうなので、一回君を見てな。基本段階、あのぐらいでいいか。20分で、15分か20分でまとめる。その長いの見てくれるように考えたらな。ということで、一回ちょっと一覧を作ってください。大体今まで習ったことのスピードダウンしたやつやから、そうですね、安全上もっとこうした方がいいとか、見てくれよくするためにはこんなん入れたらどうかとか、だけどあんまり見てくれではやりたくない。やっぱ安全にするためにこうしたらいいよ、意見は非常に見てくれしょうやというふうな考え方しない。それより実際これが使えるんやというためにはこうした方がいい。実際的に使えるとか、安全にやれるとか、な、かっこいいとか見てくれとか関係なし、あんまりな。それで一回見といてください。はい、今で32分くらいだけれど、もっと簡単にやりたい。